クロサギ第9話黒崎のセリフ二度と合わないとか大げさに考えすぎにキング・アンド・グネスファン過剰反応平野仕様と重なる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キング・アンド・オブ・ス・ヒラの主演ドラマクロサギ TBSK の第9話が12月16日に放送され、劇中のあるセリフに過剰反応するファンが相次いでいる。 同名漫画、小学館が原作の同ドラマは、素と相手に詐欺を働く白詐欺によって家族を失った黒崎隆史郎、平野が詐欺師を相手に詐欺を働く黒詐欺となって復讐を果たすという物語。米印以下、黒詐欺、第9話のネタバレを含みます。 第9話では、黒崎が標的としているメガバンクの執行役員法上金と佐々木倉之助とつながりを持つ桂ツ俊を三浦智和との指定関係を解消。北条を炙り出すため、関係の深い政治家がもうサチコ、秋山夏子の不正献金疑惑をネットに流出させるというストーリーだった。また、黒崎とヒロイン吉川つらら、 黒島決裁のデートシーンでは、吉川から、こないだ何を言おうとしていたのと問われた黒崎が親のあだを取るための真のラスボスを見つけたことを告白したが、この時吉川がその人を見つけたんだ、ね。だからどっかに行くんだね、と語ると、黒崎はいつもの仕事と変わらないよ。 ただ重症知られちゃってるから家にいられないだけで二度と会わないとか大げさに考えすぎですよと楽観的に告げたんです。これに対し吉川はそうだね。待ってるよ。帰ってくるまで待ってるよと返していました。テレビ式者。 このセリフのやりとりに対し、ネット上では、平野くんの今の状況と重なって心に刺さる、黒先じゃなくて、平野くんのメッセージみたいで、思わず泣いちゃった、といった声が相次いでいるほか、待ってるよ、は、今の潮くんに一番言いたいセリフ、私たちも、潮くんを待ってる、と、吉川と自身の心情を重ねるような書き込みも見られる。 平野といえは11月4日にキシユ神タ、ジングジユタと共に来年5月にキング・アンドソ脱退し、ジャニーズ事務所も退場すると発表。そういった状況から、いつもの仕事と変わらないよ、をジャニーズ退場後の芸能活動、また、二度と会わないとか、大げさに考えすぎ、をファンへのメッセージと捉えてしまったファンが多かったようです。どう ジャニーズ退場後の平野の活動に様々な憶測がささやかれる中、ファンをドキッとさせた、二度と会わないとか、大げさに考えすぎ、というセリフ。これで冷静さを少し取り戻せたファンもいるかもしれない。ショウヒラのヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。